福島県の東方みんなのスタジアムです。2020明治安田生命 J3 リーグ第13節です。福島ユナイテッド FC 対ガンバ大阪 U23 の一戦をお届けいたします。それでは福島ユナイテッド FC のスターティングメンバー、そして予想フォーメーションです。前節より1枚変えてきました福島ユナイテッド FC です。今日は吉永十勝はリザーブです。そしてアウェーのガンバ大阪 U23 です。こちらは3バックです。 J 初出場の今日はゴールキーパー福本です。ボール取って今度は福島ユナイテッド FC 前線のボールキープ、樋口がドリブル、ここまで運んでクロス上げて、これシュート、決まった。福島ユナイテッド FC、 池田正樹のゴール。伊勢のシュート、伊勢光のシュートです。187cm の金20歳ヘディングでそこでシュートを打ってくる。最後飛び込んだのは背番号38の遠山翔司。中盤のワンツーに入るか、下がってきたのは川崎、ドリブルに入ってうまく収めた。逆サイド遠山います。仕掛けて後ろから流れて宮下シュート、よくディフェンスした。そしてもう一度シュート、決まった。決めたのはガンバ大阪 U23 背番号37白井陽人。後半入って初のコーナーキック、ガンバ大阪 U23。ニアサイドに走っていくがヘディング、そしてこれはシュート、決まった。背番号38遠山翔司、遠山翔司のゴールが決まりました。黒川圭介、一旦下げて中盤に柴本からどうだ、シュート、いいシュートだ、白井陽人、素晴らしい後ろからの棒、よくこれは決めてきました。ガンバ大阪 U23 白井陽人。遠山から後ろから上がってくる白井のクロス、ヘディングシュート、最後は遠山翔司、ゴール終わっていません。さあそしてカウンター、イスマイラのシュート、ここはよく抑えました福本優。決定的なシーン、一旦下げたボール、中央受けてから、ここからのシュート出た、ガンバ大阪 U23 追加点。川崎周平、素晴らしい外側から巻いたシュート、ドリブル入ります。どうするか、前田から左サイド、まだボールをキープする十勝の右足、十勝今シーズン2ゴールです。福島ユナイテッド1点返しました。ここで試合終了のホイッスルです。2020明治安田生命 J3 リーグ第13節、福島ユナイテッド FC 対ガンバ大阪 U23 の試合は2-4、ガンバ大阪 U23 が勝利しています。
ガンバファミリー .net は野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。